リナです。ヒメカです。エコです。ユラリです。アリアです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。昨日の動画見てくれましたか？皆さん見てくれたって今日はですね、なんとなんと私服チェンジをしたいと思います。はい、ワクワクする誰が誰のを着るかをちょっと決めてみようと。私はアリアのコーデを着ます。エコはユラリちゃんのコーデを着ます。ヒメカはエコちゃんのコーデを着ます。ヒナはヒメカちゃんのコーデを着ます。私はユラちゃんのコーデを着ます。じゃあちょっと着替えていきましょうか。着ましょう、せーの、どうぞ。はい、着替えてきました。なんか自然だね。みんなお互いさ、こっちの方が似合ってる。自分に似合うクミっていうんだ。そう、ひめかちゃんめっちゃ合ってる。ひめかこっちよりこっちの方が似合ってる。ゆねちゃんなんか大人っぽい、ね、ちょっとワンピース感も出た。そうね、だからゆねちゃん意外と似合ってる、うん、意外とこっちの方が似合ってる。チュールとかレースとか編み込みとか見たことないから、身長差のなんか全部がでかいっていう。クラスもでかい。アリアはアメリカン、足長、映画に出てくるモデルの子みたいな。エコちゃんがさ、めっちゃ全然似合うじゃん、うん、なんか全然違和感ない。新しいって感じじゃなくて、ね、今まで着てたよみたいな。え、なんかこれからもやってみたい。ねえ、やりたい。意外とみんなこっちの方がみたいな。やってみたいな。そう、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、スイッチオン、よろしくお願いします。